きますね、じゃあ。はい。すごい。生サイン。いや、希少ですから、今は。じゃあ、よかったら皆さん。いただきました。はい。1名様限定で、どうぞ、プレゼントです。ありがとうございます。もういい？うん。はい、じゃあ改めて、スペシャルゲスト、翔平くんです。こんにちは。うちに先日、敷地内にオープンしたワンガレージの店長さん、お願いします。 で、あの峰竜太選手の弟さんでもあると。はい、ですね。です。いらっしゃいませ。まさかこんなつながりになるなんて、ね、いやいや本当ですね、びっくりです、ね、で年も近くてなんかもう友達みたいな感じなんかね、質問聞きたいこととかあったらコメント。そうですね、答えられる範囲では答えていきますんで、ね、で普段はガレージの一応店長さんって形で、はい、もう常におるよね。常にいますね、お店に、はい、でお客さんもまあチラチラ。初日とかすごかった、ね、初日はすごかったですね、本当に、ね、びっくりしましたね。びっくりしたね、さすがやったね、はい、あのオールスター優勝してでこのままのね、中1日で来て、ですごいスファンサービスもね、たくさんしてくれて。でもまあコロナやけん、まあやっぱみんな来てねって感じではね。そうですね、あんまり。やったけん、抑えての。抑えてあれでしたから。ね、もう自由になった時が恐ろしい。はい、ほんとすごそうですね。でも周りみんなもうヒヤヒヤしとった。はい。はい。で、そう、ワンもしながら、実は翔平くんずっとゲージを作る、もう職人って言ってもいいよね。まあそうですね、過言じゃないかもしれないですね。ね、もうゲージ職人、ゲージ職人って、ゲージ屋さんなんですかね。ゲージ屋さん、はい、ゲージ屋さん、要は選手からオーダーが来るってことですね。そうですね、注文が入って、それをそのなんか、まあ二十何種類ぐらいペラがあるんで、その何の形にっていう注文が来て、それを吸っていく。ね、ちょっと一体ちょっと待って言って、あ、多分選手はこれを競艇場に持って行って当てながら、こう当ててこう、あ、そんな感じで、ね、ちょっと借りてもいい、こんな感じ、その R をつけるってこと、こんな感じで、へーすごい。で実際ここにこうやって当てて、鉄じゃないのね。でこの角度が微妙に違うってことだよね。そうですね、二十何種類全部違うんで、あ、でまた海水だったり淡水だったりとかでまた変わってきたりとかするみたいなんで、へーすごい。ちょっとね、質問来てます。なぜペラ職人、あのゲージ職人になろうと思ったんですか。競艇選手、競艇選手にはそもそもなろうって思うんやったと。なろうっては、それ結構やっぱりみんなから言われるんですけど、うんうんうん、あんまりなんか多分その時ちょっととんがってたんでしょうね、自分がなるほどね、兄貴と一緒の道を歩きたくないみたいな。あー、なるほどね。自分はやっぱりその、もともと洋服が好きで、あ、でその専門学校とかにも行ってたりしてたんで、そうなんだ。でそっちを歩きたくて、なるほどね。でなんかちょうどもう選手になれって言われたけど、まあ、俺はいいって言って、あ、言われはしたんだ。はい、言われてしたんですけど、でその洋服屋自分で一度やってたんですよ、福岡の。でそれがちょっと失敗して、あ、これどうしようかなってなってた時に、ちょうど兄貴からこの芸術の仕事があるぞって勧めてもらって。それでなんか今これもう一つ会社があって、うん、それから自分委託してるんですよ、でそっちの方に修行に行かせてもらって、で今独立してもらってるって。修行とかあるったいね。ありましたね、やっぱりその、ね、結構細かい作業なんで、あ、ミリ単位、ミリ以下単位、ミリ以下ですね本当。すごいね、結構時間もかかるよね。そうですね、やっぱりもうワンセットがだいたい基本17本のセットでうちは販売してるんですけど、それでもやっぱ1時間ちょっとぐらいはかかるんで、それをだってお店見ながらするって、ね、そうですね、大変よね、はい、そうかそうか。いや見たまんまおしゃれですもんねおしゃれ、確かにおしゃれ。ありがとうございます。いやそうなんですよ。で今日なんと翔平くんがその抽選してくれるんですけど、プレゼントでワンのねステッカーもくれました。お、見えるかなこのステッカー。2色もう一緒につけようか、この T シャツにね。そうですね、もうバラバラに送るともう送料もかかるので、もう 1名様限定1名様限定で、あの皆さんのサイン入り T シャツにこのステッカー2枚もつけてプレゼントしてもらいます。さあ
抽選どういう兵もう全部できた。結構来てるんですか。17。おーでも結構来ましたね。17、まあうちのチャンネルがまださ、はいはい、そこまでその影響力というか力がさまだ1110人今、はいはいはい、登録者数がで動画自体はねもう 3,4,000回再生はされとって、はいはい、でそっからツイッターの DM にしたけんちょっとやっぱ、なるほどですね、敷居がね上がった感はあるけどそれでも17分の1を今から翔平くんに結構重大っすよねこれでもなんか聞いてもらいます。今見てる方が当たったらいいですね。そうやねそうやね、あの結構入ってる今見てくれてる、はい、ずっとうちのチャンネル見てくれてる視聴者の方も、はい、いっぱいいて。あ、本当ですか。その人たちのも入ってるのでこうなんか生でこう喜んでるみたいですね。さあもう翔平くん次第です。あ、本当ですか。ちょっとめっちゃ重要ちょっと本当すいません恨みっこなしでお願いします。じゃあちょっと GoPro 僕が近づけよう。いや本当ごめんなさいで、ね、なんかさあこの中にもう平等に入ってます。平等に入ってます。もうこれやらせ一切なしのガチ抽選なので。本当すいません。パチンコやね。完全確率。ちょっと今ドキドキしてるんですか、ね。17分の1。さあ誰に当たるか。当たりだし。これでお願いします。お、じゃあちょっと開けちゃっていいですか。読んでみてください。どうなってんのこれ。ケンケンさんですね。ケンケンさん。見てる。常連さんに。常連さんですか。常連さん、ケンケンさん、ケンケンさん、もうね集まり集まりするケンケンさん、ケンケンさん、ケンケンさんおめでとうございます。もう今日もさあの、はい、コメントくれとってさ、あ本当ですか。ずっと集まりしよったんやけど、もう集まりする軍資金がなくなって1点しか買わんやったらその裏が来たっていう、あそういうケンケンさん。おめでとうございます。よかった。でも見てくれてる人に当たったのは嬉しい、ね。ああ、それは嬉しいですね。よかった。ちょっとケンケンさん、今見てるかわかんないけど、見てたらコメントください。いやーよかった。面白いねこれね。ですね。またやりたいですね。またやりたいね。今度なんか宣伝とかありますか。はい、なんか今結構いろんな商品扱っとるよね。そうですね。今もワン以外にもなんかそのラーメンもある。ラーメンもあるし、ビーフジャーキーもある。ビーフジャーキーね。そこにそうなのか。結構美味しいですよ。ああいや俺まだもったいなくてさ、あ本当ですか。食べれてないからね。高級なんですけどねちょっと。あれあそうだね。そうあれ超高級品で。超高級ビーフジャーキーが。ね、なんかそういういろんな商品扱ってて、そうですね、またこれからも多分また増えていくと思う。増えそうよ、はい、時計もなくなった時計も今また作っていただいてるんで、はい、また多分並ぶとは思う。これも僕もあれなんですよ、ガレージで買ったっていうかこれちょっともらったんですけど、そうですねこれねちょっとねノリでそのなんかちょうど兄貴が来てる時にもうね言っていいのか分かんないけど、言っていいのか俺も分かんないなんかもう持って行ってくださいよみたいな。そう、ノボセのね、コラボ T シャツみたいなね。ノボス。ノボス。ノボス。まあ、また、まあ、平日はでも言ってもそんなね、そうですね、激混みではない、はい、ね、チャンスかもしれない。翔平くんに会いたい方は、そうですね、ね、ぜひ。兄貴はいないですけど。いろんな面白い、本当に話してたらいろんな面白い話がね、そうね、はい、聞けるので。よかったら遊びに来てください。ぜひお願いします。はい、じゃあ翔平くん、今からもお店オープンなんでね。はい、そうですね。はい、ちょっと今から12時オープンなんで、よかったら皆さんお願いします。はい、よろしく。じゃあそんな感じです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。いや、ありがとう。